シホロコヤチセフレップは、北海道大学のめぐみすすむ寮にあるシホロコヤチセフレップ運営特別委員会と、シホロ町が共同で管理、運営している山小屋。1978年に、めぐみすすむ寮の寮生有志が、北大 OB やシホロ町、北海道町などの支援を受けて設立した。木造2階建て、収容人数は30人程度を想定しているが、それ以上の人数でも、 収容可能な広さを持っている。石油ストーブが備えられており、電気や水道、ガスが使用可能で、水地場やトイレなどの設備も整備されている。管理人は常駐しておらず、利用するには、しほろ町役場か北海道大学、めぐみすむ寮事務室へ申し込む必要がある。しほろ小や地せフレップの1階の様子しほろ小や地せ、 フレップの2階の様子利用対象者は基本的に北,北大生と志ホロ町民との交流の拠点としても活用されており、志ホロ町内の小中学生を対象に学習を支援する子ども学習サポート塾活動やサマーキャンプなどが両生によって実施されている。これらの活動は地域貢献活動として北海道大学にも認められ活動主体となっている。 めぐみすすむ寮自治会のしほろこやちせフレップ運営特別委員会は2015年に北大エルム賞を受賞した。2018年には設立40周年記念に合わせてしほろ町とめぐみすすむ寮による山小屋の運営、維持管理に関する協定の更新が行われ、さらに屋根の塗り直しとトイレの様式化が行われた。北海道大学。 めぐみすすむ寮では1907年により、伝統的に毎年新作の寮ょを作り続けており、特1 0年に1回は、毎年作られる寮ょとは別に、めぐみすすむ寮祭に合わせて記念祭下が作られている。しほろこやちせフレップ内に掲げられている草は、萌えででちせフレップができた年は、第70回、めぐみすすむ寮祭の年であり、この時に作られた。 昭和五十三年代七十回記念祭歌、草は、萌え出で三番の歌詞には、しほろに山小屋を打ち立てぬと、チセフレッれ。ケタカキきシンの男のことがしほろに山小屋を打ち立てぬ、十勝の山と平原に抱かれ果てなく魂かけるなり、原始北の大地より、新たな夢に飛び立たん、北海道大学、恵み進む両両歌集、昭和五十三年代七十回記念祭歌、草は、 モエデで3番2016年に新たに設けられた、ウッドデッキ、チセフレップという名前は1978年8月19日、シホロゴや設立委員会内での投票によって決定された。アイヌ語で、小屋を意味するチセと赤いものを意味するフレップを組み合わせたものである。決定後、アイヌ語の文法上、チセフレップという表現は正しくないことが指摘されたが、 響きが良いことからそのまま採用された。四ホロ町市街地から車で15分、道道661号四ホロ禅別湖線沿い。堂々で四ホロ高原ルプカの里へ向かう途中に、小屋まで車が通れる道があり、小屋の前までアクセスすることが可能である。四ホロ小屋地瀬フレップ周辺の地図。ありがとうございます。